皆さんこんばんは、感謝します。素晴らしい賛美の時ですね、本当にこうなんか聞き入ってしまいましたけども私もあの福岡でも先日ですね、コンサートにですね、老人介護施設にあるところから招かれて行かせていただいたんですけども、職員の方がですね、一番前に座ってた方だったんですけども、いつも一切歌を歌ったことがない方だったんですね。でもなんかその方が最初から大きな声で歌ってたので、もうびっくりしてしまってですね、ゴスペルはすごいって言うんですね言っておられました。でなんか4月からの働きの中ですごく大きくですね、流れが変わってきたなというふうに思いますし、また賛美の中で癒されるということもですね、これからさらに起こってくるんじゃないかなということを本当に思わされて、主に期待しております。今日はですね、短くセミナーの方をですね、パウロ秋元牧師の書かれたカリスマ宣言の方をですね、中心にお話しさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉、セミナーの時はありがとうございます。主が必要なことを語らせ、また導いてくださることをお願いいたします。感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主イエスキリストの御名を拝みます。今ですね、いろんなこう今日は癒しのことについてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、今新しい月刊誌も載っていましたけれども、その癒しの証がですね、いろんなところからこう起きてきてて、いろんなところで癒しが起こっているなということをですね、見ることができます。で、そしていろんな癒しがあるということもですね、すごくこう思わされるわけなんですけれども、ですね、その私たちはその、癒しがあるかないかとかですね、そういうところから入る方もいますし、その実際に家族や自分が病気になってしまって、癒しを求めていってですね、自分が癒されたとか家族が癒されたとか、そういうことからこう入っていく、この出会っていく、カリスマ賜物の働きと出会っていく方もいるんではないかと思うんですね。ただ、そしてただ御言葉からですね、その癒しのことについて学んでいきたいと思います。今日はですね、イザヤ書の53章をちょっと開いていただきたいと思います。イザヤ書の53章ですね、4節から5節をお読みいたします。それではお読みします。イザヤ書の53章4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ここは有名なですね、イエス様の十字架のことが書かれている箇所ですけれども、この十字架によって私たちは罪が許されて、許されることになりましたけれども、この十字架の中にこの癒しがですね、含まれているということをですね、この箇所からこう私たちは見ることができるわけです。ですから、というのは特別なことではなくて、イエス様を信じるクリスチャンにとってですね、こう十字架、十字架はその癒しも含まれているということをですね、まず覚えていきたいと思います。で、癒しを否定する人とかいろんな方々がいると思うんですが、しかし御言葉はですね、そのはっきりと、十字架が癒しの土台であるということをですね、語っているということをまず覚えていきたいと思います。で、その上でですね、見ていきたいと思うんですけど、賜物はですね、賜物は聖書をですね、聖書の土台、聖書という土台に立ってですね、この用いていかなければならないということですね、聖書の範囲内、枠の中でですね、もちろん、用いていくということが重要であるわけです。で、それがないときにとても混乱とかですね、そういうことが起こってくるわけです。もう皆さん何度も聞いてご存知だと思うんですけども、オンラインでですね、見てる方もおられますし、初めの方もおられると思うんで、まず、お話ししますけども、教会がですね、賜物に関して大事なことは教会のものであるということですね。
このそれが第一コリントのですね14章の、すみません11章のすみません12章の11節から12節と27節にですね書かれています。なので、私たちはですね賜物に関してその教会に与えられたものであるということ、自分に現れてきたり人に現れてくるんですが、それはこう神のものであり教会のものであるということをですねはっきりと捉えていきたいというふうに思います。そして教会の秩序の中で用いるということが14章の39からですね40に書かれています。そして、もう一つは吟味ということですね。吟味をするということ、必ずどんな、例えば予言であったら方が語っても吟味をする。それは神様が語られたのか、それとも人間的に語られたものなのか、それともサタンからのものなのかということを私たちは見分けて、こう神様からのものと確認できたらですね受け取るという、それが重要であるわけです。でそれが第一コリントの14章の29節にですね書かれています。でこの教会のものとして用いる、またこの吟味してですね用いていくっていうこと、例えば癒しでも本当に神様から来る癒しもありますし、悪霊による癒しもあるわけですね。なのでこう正しく見分けていくっていうことがですね重要になっていくっていうことを覚えていただきたいと思います。そうですね。で私は進学校の働きもさせていただいているんですが、皆さんにこの預言者学校のですねその入門から上級までいろんなあれがすいませんセミナーのですね賜物のクラス このやり方を書いているのが送られていると思うんですが、ぜひですねそれに沿ってですねやっていっていただきたいというふうに思います。でそれで賜物がこう私たちが開かれるポイントは何かというと、その用いるということであるわけですね。その何か、祈ることも大事なんですけども、そのまず予言することを熱心に求めなさいと書かれているように、第一コリントの14章1節に書かれているように、こう用いるということをですねまず行っていくということをですね成していく必要があるということを思います。で今教会でですねまず賜物のクラスをちょっと始めてるんですが、そのやはりこう癒しの祈りでもこう祈ったことがあまりないと、その言葉が出てこなかったりですねされている方もいて、でやはりこうこのやり始めるというのはすごく大事だなということをですね思わされております。そしてですね今日はいろんな神様の癒しが、起こってくるということを賜物からですね起こってくるわけです。ですからこの9つの賜物があるわけですけども、その中で、その中に癒しの賜物があって、ですから皆さんの中ですごい大きい癒しのですね賜物の方がいて、これから癒しとか奇跡とかそういうのが起こってくる、特に起こってくる教会とかその方々っていうのはあると思いますし、一つの教会の中に9つの賜物が与えられているので、ある方は癒しの働きが起こってくるということをですね覚えていきたいと思います。ただそれをこう用いていく中でですね、さっきも実践がなされたと思うんですけど、用いていく中でですね開かれてくるということをですね覚えて、さらにですね用いていきたいというふうに思います。で今日はですね癒しのことをお話しするんですが、一つですねナーマンのところを見ていきたいと思うんですけども、ちょっとお開きはしませんけども、詩式のところにこのナーマンの話がですね出てきます。で癒しは、私たちが手を置いて祈るっていうですね、そのパターンをこうまず考えるわけですけども、ただ、ナーマンを見るときに、そのナーマンの癒しというのはどういう癒しかというと、そのアラムの将軍のナーマンがですね雷病にかかっていて、当時は不治の病だったわけですけども、彼のもとにですねその女奴隷がいて、それがイスラエルの娘で、イスラエルの預言者のところに行って祈ってもらったら治りますよって言われてですね、でも彼は出かけていくわけです。で、そして彼はですねそのエリシャという預言者が出てきて、自分の上に手を置いてですね祈ってくれるというふうに思っていたわけですね。そのノンクリスチャンの方の方が結構霊的なことを求めていてですね、祈ってもらえたら治るんじゃないかとかですね、結構
ちゃんと思っている方の方がいたりするんですけども、でクリスチャンの方がそう思ってなかったりなんかですねしたりすることがあるんですけど、でこのナーマンという人はそれを期待してですね、霊的な事柄を期待して来たんですけども、でもそこで語られたのはそのヨルダン川に7回行って身を洗いなさいということです。身を沈めなさいということだった、身を洗いなさいということだったんですね。そうすればあなたの体が元通りになって清くなりますって言われました。それもその本人じゃなくて使いが来て言われたんですけど、でそれでもうこの、まあ、ナーマンは怒ってしまってですね、まあ、自分のプライドもあったんだと思うんですけども、怒ってしまって、そんなそれだったらうち地元の川の方が立派だとかですね言って帰ってしまうわけですね。でもまあ、部下がですね、もっと難しいことを言われたら従ったんではありませんかと言ってですね、良い部下がいて言ってくれた時に彼は戻ってきて、そしてヨルダン川に7度満たした時に癒されるわけですね。でナーマンはそれが神の言葉と分からなかったんですね。でも神の言葉だったので、神の言葉に従った時に癒されていきました。でいろんな癒しがあると思うんですけど、今日は一つその従う時に癒されるっていう癒しがあるっていうことですね。イエス様もその目に泥を塗ってシラムの池に行って祈りなさいって言った時に、それで行って癒された方がいましたけども、ですから皆さんですね、こう私たちも祈ってて、あ自分は祈ってもいらっしゃらなかったってなんかこうがっかりする時があったりすると思うんですけども、ただある場合はその方とかですね、またその方の家族とかいろんなそういう方が例えば従うことを通してですね、単純に神の言葉に従うことを通して癒されてくるってことが起こってくるってことを覚えていきたいと思います。だから癒しといって、いろんな癒しがあるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。本当に広いこう癒しの範囲がありますけれども、私たちがさらにそのことを正しく御言葉から捉え、また多くの方々のためにその賜物を用いていくことができるように助けを導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。